この度はありがとうございます。お集まりいただきまして、あのカメラもね用意してあの回ってるんで、せっかくなんで、あの ご紹介だけしたいんですけど、はい、池部の、はい、池部楽器店の、西岡と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ギタープラネットさん、はい、はい、ご紹介ギタープラネットの西岡と申します。ギタープラネットの柳井と申します。いや、お集まりいただいてありがとうございますね。ペテオラが発売されたということで、誰も知らないですから、このことをどんなギターなのか、はい、それをぜひ皆さんにねお聞きしたく。緊張してます？大丈夫ですか？緊張しますね。いやいや、あのもうメテオラって発表されたと同時に発売になったじゃないですか、はい、なのでもうすでにそのお店の方ではね、こういろいろお客さんのリアクションとかもあるかと思うんですけど、はい、なんかお客さんからこうだああだっていうなんか情報入ってます？まあ、これ何ですかって話はありますよね。ですよね、はい、でメテオラですってメテオラですどんな反応ですか、お客さん？まあ、まずびっくりですよね。 この形なんだろうみたいな。でどういう音が出るんですかって。ですよね。このまず形見て見たことないなと思ってヘッド見たらフェンダーって書いてるから何ですかですよ ね。変形ギターの感じなんで、うちのこうお店に入った時にパッと見える場所に置くっていうのはまず色とかも結構印象強いんで、はい、目に入るようなギターですよね。すでに形がそうなんですよね。まあ、フェンダーってもちろんこの動画を見てらっしゃる方とかこの記事を読んでる方は、まあ、どんなブランドか知ってる人が多いと思うんですけど、そのストラト、テレキャス、ね、ジャガー、マスタング、なんかジャズマスターがいっぱいありますけど今回このメテオラっていうのはあのフェンダーが久々に出した新ラインナップなんでしょ。だからこれから未来のストラトとかテレキャスとかにこうなっていくかもしれないあのフェンダーが力を入れて世に出してきたものなんですよね。もともと2018年に、はい、あのパラレルユニバースというシリーズが、はい、まあ、2018年のナムショーであの出た時にもう明らかに違うギターがあったわけですよ。それがパラレルユニバースってそもそもその何ですか、あのもしあの平行、はい、なんですか、世界が宇宙があったらっていう、まず設定がぶっ飛んでるじゃないですか、はい、無責任極まりない、はい、フェンダーじゃなくてもいいよぐらいな勢いでまず出てきたデザインってことですかね、うん、そうですそうです、うん、でその時に、まあ、僕生でこうナムショーの会場で初めて見た時に、はいはいはい、もう1年間通してだったんで12機種ぐらい確かあったはずなんですけど、うん、そのもしもの世界で、はい、もしもの世界でこう、はい、マスリーで出るみたいな感じですね。でその時にもう一発目に目に入っちゃったんですよね、うん、これかっこいいみたいな、はいはいはい、もう絶対好きな人いるぞっていうのは、はいはい、もうあったのがやっぱりそのままこう今回プレイヤープラスで出たっていうのは来たなと思ってます。あ、その時ってちょっとスペックが変わってますけど、何ですかね、一番最初ってあのテレキャスターをこうギュッて形を変えたようなこうエレクトロニクスというかピックアップとかだったじゃないですか。 そっからここにした経緯っていうのは何なんですかね。こっちの方が一般性があるってことの、どのようにその楽器店さんから見てこのギターがどんなギターに映るのかなっていうのが僕分かんないんですけど、多分そのパラレルユニバースの時点で、はい、当時ってそのフェンダーじゃないブランドがフェンダーとかギブソンのこう雰囲気をミクスチャーしたものが流行した時期だと思うんですよ。RS ギターとか、はいはいはい、ちょっとこうなんかテレキャスターのアッシーを違うギター入れるみたいな、そんな時代背景があって、はい、でそういうのがあった中で、じゃあフェンダーそのものがそういうことをやっちゃうよみたいなのがシリーズだったんで、はい、その初回は確か大トリでしたよね、そうメテオラが。でもうその一番トラッドなフェンダーのレガシーのバタースコッチのブラックガードのスタイルをこのシェイプでやっちゃうっていうのが多分すごくショッキングだったと思うんですけど、なるほどなるほど、まあ、でもシェイプ的にはちょっとそういうモダン系に向いてるというか、ハイポジションアクセスもいいでしょうし、まあ、そういうのでハムバッカーに今回なったんでしょうね。あの僕写真で初めて見て、なんかなんつうんだろう、まあ、形はこういう形ですけどでっかいなって思ったんですけど、うん、実物見ると全然でかくないんですね。そうそうそう、意外と大きくない、うん、そう、あのストラトと比べるとさ、どうです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 、はみ出してるけど、まあ、そうですね、そうですね、うん、右側がちょっとはみ出してるけどそんなに大きいとは思わないですね、うん、そうそう、
まずねそれをね皆さんにお伝えしたくて、これでかくて嫌だなとか思ったら嫌だなと思って全然でかくないですよね。女性が思っても全然大丈夫ですよね。いや全然そうですね、なんか女性がこういう変形ギター持つとこういうかっこいいギター持ってていいですよね、うん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 、これなんでしょう、これも変形になるのかな。フェンダー語だとオフセットですよね。オフセットですよね、はいはいはい、多分そのジャクソンとかシャーベルじゃなくてこういうフェンダーでこういうシェイプが来たっていうのが新しいですよね。ちょっとビザールっぽい。ああ、そうですね。プレイヤープラスっていうシリーズから今回これ出てるじゃないですか、うんうん、プレイヤープラスっていうところから出た背景とかってなんか知ってます？なんか分かります？もともとメキシコでこのプレイヤープラスで出る前に、はい、通販ばっかでメテオラで出てるんですよね、はい、その時はトレモロレスで裏通しの、うん、限定販売中央町区で3色ぐらいですか、本当に少ないんですけど、はい、出てた時があって、その時にメテオラのモデルが、まあ、手の届きやすい価格帯でメキシコで出たぞっていうのがあったんですけど、はい、まあ、そこでプレイヤーシリーズでこのスペック見た時にもうすごくこう調整されてきたというか、やっぱりこうプレイヤーシリーズっていうのがあってプレイヤープラスが出てそこにメテオラの形をはめ込んできたっていうのが、はい、ものすごいもうあこれが完成形なのかもってちょっと思う。あの今プレイヤーシリーズプレイヤープラスシリーズっていう名前が出てきましたけど、ここややこしいんですよね。どうなってるんですか、はい、ちょっと説明してもらっていいですか。もともとそのプレイヤーシリーズ自体が割とこう初めて持つ一本に向けたようなシリーズの位置づけに、はい、当たってる感じだったんですよね。価格的にも、抑えられてる安いやつ、うん、そうですがプレイヤーシリーズ、はい、お店とかで販売していても例えばフェンダーで初めての1本って言った時にはまずプレイヤーシリーズ、まあ、僕なんかご紹介したりとかしてたりはするんですけど、まあ、プラスになった時に本当にこう2本目3本目で、はい、もうギターがある程度弾けるようになってきた人たちがもう即戦力になるスペックが入ってる、さらにこう改造したようなギターというか、あでも必要にして十分な、うん、もうなんつの現場そのまま対応できますよみたいな、そうですね、そうですね、がプレイヤープラスシリーズ、プレイヤープラスシリーズ他にもいっぱいありますよね。フェンダーってなんかすげえマスタービルダーみたいな高いものから、うんうん、どんななってるんですか。このメキシコのファクトリーで作られてるものって、はい、北米向けのエントリーラインというか、はい、日本製のものを北米に持っていくと高くなっちゃうんで、はい、まあ、自社でこうメキシコファクトリーで作っているのがこのメキシコ製のモデルなんですけど、はい、まあ、プレイヤープラスってそのロックチューナーとか、はい、あとは今回その指板の縁のエッジが丸めてあって、はい、ロールドエッジになってて、まあ、従来のモデルよりも格段に弾きやすくなってるっていう、 お客様がお買い求めになった後にじゃあちょっとロックチューナーにしたいなとか、はい、手を入れそうなところを初めからメーカーでやってるっていうのがすごい魅力だと思うんですよね。なのでこうエントリーラインの中の上位のモデルっていうのがプレイヤープラスだと思います。じゃあプレイヤープラスでメテオラを出したってことはあの本気ってことだ、うん、これもやっぱり普及させたいってことだと思うんですよね。実際手にとってどんな印象を持たれましてどんなサウンドなんでしょうってところが一番気になるところなんですけど、うん、どうですサウンド。あの試した感じはハンバッカーなんですけど、このピックアップがファイアーボールハンバッカーという、うん、ワイドレンジっていう、まあうん、70年代のねタイプのデザインをもしてるんですけど、サイズ的にはフルサイズの通常のハンバッカーと同じサイズに収まってるんですよ、ね、はいはい、本来、まあ、あのテレキャスターカスタムとか、はい、あの70年代の信頼とか左に使われてるものっていうのはもっと大きいマイクなんですけど、はいはいはい、それがまあサイズラージなんちゃらですよね、はいはい、それをサイズダウンしていて、で出力もそんなに思ったより効いた印象は強すぎなかったんで、うんうん、割とこう扱いやすいというか、実際こうパワー強そうな印象ですけど、どんな音楽にも対応できそうなハンバッカーサウンドだなっていう印象では。ちょっとじゃあここで皆さんに音聞いてもらいましょう。僕が、はい、お願いします、はい